日本もニュークリアシェアリングの時代だぜ。うんうん、そうよね。え？なんそれ？これで、日本の SLBM 建造が急加速していくはずだな。その通りだわ。ニュークリアなんとかってなんなのよ？ということで今回は、ニュークリアシェアリングで SLBM 建造を急ぐ日本をお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、ニュークリアシェアリングを日本でも、導入することで、核兵器をめぐる議論が活発化しているんだぜ。うんうん、いや、ニュークリアなんとかが未だになんだかわからないけどね。4月25日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、ロシアの政府系テレビチャンネル1の、インタビューに答え、現在の紛争が核戦争にエスカレートする可能性があると述べたんだ。核戦争に、ああ。そして、西側の姿勢を非難しているわけなんだが、ロシアが、非難しているのは、アメリカやイギリスなどの国々が武器などを支援しているためなんだぜ。武器の支援？ああ。プーチン大統領は、2月24日のウクライナ侵攻開始から間もない2月27日、ロシア軍の核抑止部隊に、特別警戒を命じていて、ロシアはウクライナや NATO 諸国に核の脅しをかけ続けているんだ。うんうん。こうした中で、もしウクライナに核攻撃が行われたならば、アメリカや NATO 諸国が反撃するかどうかが議論になっているというわけだな。そりゃ、反撃しないとでしょ。そして、この議論が日本にも飛び火し、日本でも核保有に関する議論が行われているというわけなんだ。ほほう。しかし、ウクライナと日本を比べるのは適切とは言えないわけで、ウクライナは NATO 加盟国ではないわけだな。そうよね。一方、日本はアメリカと日米安保を結んでいるので、アメリカにとって日本は、同盟国なわけだから、ウクライナと日本ではそもそも前提条件が異なっているんだぜ。ふむふむ。こうした中で案として上がっているのが、核共有ニュークリアシェアリングなんだ。出たわね、ニュークリアなんちゃら。ニュークリアシェアリングだぜわら。そもそも、核共有は、NATO による、核兵器使用のために、自国の核兵器を持たない加盟国が計画的に関与することなんだ。核兵器を持たない加盟国が計画に関与する？ああ。核兵器使用の場合、その国の軍隊が核兵器の運搬に関与することを定めているんだが、参加国は核兵器に関する協議と決定を行い、核兵器を自国内に保管し、核兵器使用に必要な設備を維持するということになっているんだぜ。そうなんだ。そして、NATO にはフランス、イギリス、アメリカという核保有国があるわけだが、核共有に核兵器を提供したのはアメリカのみなんだ。アメリカだけ？そうだな。現在、ベルギー、ドイツ、イタリア、オランダ、トルコがアメリカの核兵器を受け入れているんだぜ。2021年の時点では、核共有協定に基づき、100個の戦術核 B61 が、欧州に配備されている模様で、使用される運搬用戦闘機は F-16 とパナビアトルネードなんだぜ。ふむふむ。現在では核共有の兵器は核爆弾に限定されているが、かつては、ナイキハーキュリーズ地対空ミサイル、MGR-1 地対地核ロケット弾、AIR-2 空対空核ロケットなんかも装備していたんだ。すごいわね。さらに、MGM-31 パーシングに短距離弾道ミサイルを装備していたこともあるんだな。しかし、1992年の、ソビエト連邦崩壊後、共有されている核兵器は削減されており、戦術核爆弾だけが残っている状況なんだぜ。その戦術核さえ根絶されていれば、今回のようなウクライナ侵攻も起きなかったでしょうに。そうかもしれないな。この核共有で共有されているのは、戦術核爆弾や、短距離弾道ミサイルに限られていて、長距離弾道ミサイルは共有されていないんだ。どうして？冷戦初期の1950年代初頭、通常戦力では、ソ連が圧倒的有利な状況だったんだな。当時、NATO は25個師団を配備していたのに対し、ソ連などのワルシャワ条約機構は175師団を配備していると評価されていたんだぜ。25対175じゃ規模が違いすぎるわね。まあ、この評価は誤っていたことが後に判明するんだが、NATO にとっては、ソ連が戦闘を開始した場合、ワルシャワ条約機構の大兵力をどう排除するのかということが課題になっていたのは確かなんだ。うんうん。ここでアメリカなどが選択したのが核兵器だったんだぜ。陸軍部隊を食い止めるのが目的だから、核兵器は前線に配備しなくてはいけなかったんだ。それでどうなったのよ？アメリカに配備しているのでは、輸送している間にワルシャワ条約機構軍が西ドイツや、フランスなどのヨーロッパを蹂躙する可能性があるわけで、ワルシャワ条約機構と国境を接しているか、隣接している西ドイツやオランダ、ベルギー、トルコなどに配備する必要があったんだぜ。ほほう。こうした中で、ヨーロッパに駐在するアメリカ軍に核兵器が配備される、ことになったというわけだ。
しかし、アメリカ軍に核兵器の配備が行われたとはいえ、アメリカが核兵器を使用するかどうかということに疑問が生じてきたんだぜ。どういうこと？原理的にはアメリカは NATO の一員であることから、防衛は条約上の義務に当たるだろ？だが、核兵器を使用するかどうかについては、現在同様に疑問符がつけられていたんだな。アメリカに権力を持たせたくなかったのね。その後、1950年代半ばに入り、有事の際にアメリカが核兵器を使用するという保証を求める声が聞かれるようになる。一方で、ヨーロッパの中には独自の核戦力構築を図ろうとする動きも出始めたんだ。ふむふむ。1957年にイタリアと西ドイツが秘密裏に核兵器開発をする密約を交わす中、フランスは核兵器の開発を行い、1960年2月に初の核実験が行われたんだぜ。これじゃ、そこら中の国が好き勝手に核を作りまくっちゃうじゃない。そうだな。核共有はこうした中で生まれた概念なわけだ。日本においても核共有の議論が行われているが、日本には非核三原則があるため、そもそも核共有は困難とされているんだぜ。核共有にしろ、独自核開発にしろ、まずは非核三原則を見直すことから始めなきゃだわ。さて、非核三原則の見直しが図られたとして、核共有にはどのような意義があるかというと、アメリカが核戦略を日本と共有することで、日本がアメリカの核戦略の一端を担うことになるんだぜ。それなら、抑止力を高めることができるんじゃないの？そうだな。一方で、先ほど紹介したように核共有はあくまでも核兵器を保管するのみで、アメリカが核兵器使用を許可しない場合、ただ置いているだけなんだ。逆に言えば、核兵器を保管していることで、攻撃のリスクは高まるとも言えるわね。ああ。一方、独自の核兵器開発ではこのような心配はなく、自国が核兵器の投下判断を下すことができるんだぜ。とはいえ、日本は島国であり、山が多く、平野が少ないという特徴を持っていて、人口密集地が集中しており、核兵器には脆い国情にあるんだがな。そうよね。陸上発射型のミサイルならば、核ミサイルサイロから発射する固定式ではなく、大型トレーラーが運搬する移動式が適していると言えるんだ。それも人口密集地ではなく、山岳地帯に配備するのが良いんだぜ。人口密集地だと、事故などがあった時、放射能汚染の危険性もあるものね。そうだな。山岳地帯に隠匿されている移動式ミサイルは把握するのが困難であり、実際、北朝鮮や C 国の陸上発射型ミサイルについても、アメリカなどが衛星で監視しているが、すべてを把握するのが困難とされているんだ。どうせなら、富士山に隠したいわね。核兵器が隠してある富士山、嫌すぎるぜ。さらに、陸上発射型と同時に検討の余地があるのは、潜水艦に潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM を搭載するという案なんだな。潜水艦に？ああ。潜水艦は深海に潜伏し、核攻撃があった際には SLBM を発射し、反撃するんだ。そして、潜水艦も所在を把握するのは困難であり、隠匿性が高いんだぜ。ほほう。そのため、アメリカや C 国などの核保有国は、SLBM と SLBM を搭載している、原子力潜水艦を配備しているんだな。まあ、ここまで日本が核戦力を保有する方法について、検討してきたわけだが、重要なのは核兵器をどのように手に入れるかということなんだ。日本の技術なら、核兵器開発は簡単なんじゃないの？ああ。それに、弾道ミサイルなどについても、開発可能とされているんだぜ。日本すげえ。しかし、肝心の核物質については、輸入に頼らざるを得ないんだな。しかも、各国と原子力協定を結んで、輸入しているため、核開発が発覚したならば、協定は破棄され、核燃料を確保することはできないんだ。ええ？そのため、最も手っ取り早いのは、アメリカの承認の下で核開発を行うことなんだぜ。それが、不可能であった場合は、アメリカなどとの対立も辞さないと決断する必要があるんだがな。米中対立が激化している状況でアメリカと対立するのはダメでしょ。だが、それくらいの覚悟がなければ核保有国にはなれないんだぜ。さらに、日本の隣国である C 国や K 国、そして北朝鮮が日本を脅威として大騒ぎする可能性も高いんだ。日本と敵対する国、もしくは潜在的な敵対国に日本を非難する口実を与えかねないじゃない。核共有や核武装など、様々な選択肢はあるが、どうやって自国を守るか、日本の覚悟が試されているとも言えるんだぜ。これらのニュースに対して、様々なコメントが届いているから一部紹介していくぜ。お願いね。共産主義国家が世界戦略を進める今の時代、いつまでも窮状を神聖化する国民が多いが本当にそれで、日本が守られると思っているのかな。
家族が殺されても窮状を念仏のように唱えるのだろうか。核保有の前に、すぐにでも敵基地を破壊するだけの戦力は必要だと思う。米国の属国のように米国に偏りすぎるのはやめて、反米国家とも親交を深めて本当の軍事衝突を避ける努力をしてほしい。日本のあり方が問われてるわね。左翼だから平和主義だというのは当たらない。国家の危険の存在を客観化しなければならないと思う。日本という国の防衛の責任者は紛れもなく日本国民にあります。日本は過去首都を攻撃され、核攻撃も受けました。では誰か望んだ方がおりましたでしょうか。戦争はそういう冷酷なものです。口先だけで守れない事実を野党は認めるべきでしょう。戦争は嫌だけど、戦う覚悟も必要だわ。相手国が一度日本への攻撃を開始すれば、そのメンツをかけて決着をつけるまで止まらなくなります。ですので、相手国が躊躇する敷居は高ければ高いほど良い。今の状況でロシアが米国に攻撃されずにいるのは核兵器のおかげです。日本は敷居を上げるために SLBM を持つべきだと思います。ポーランドやフィンランドがまだ攻撃されていないのはなぜなのでしょうか。使えない核兵器、使えない同盟、最後は自国民で肩をつけるしかない。そのための訓練を民間人は受けていないので、自衛隊と退役軍人、予備役が戦わねばならないでしょう。彼らが十分に戦うために必要な法整備は最低限やるべき。抑止力のない国日本なんてシャレにならないわ。といった感じで、みんな日本の現状と核保有の難しさを嘆いているんだ。難しすぎでしょ。だが、今こそ国民一丸となって立ち上がらなければ、C国やロシアに隷属する未来が待っているんだぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。